そろそろ繁忙期の時期ですね。<laughs> こんにちは。あちあます。あじゃあまお時間です。はい。えー、今日はちょっと僕が思うことをいろいろしゃべりたいなと思います。よろしくお願いします。はい。あのー、チャンネル登録と、グッドボタンと、えー、軽貨物の稼ぎ方のノートを概要欄にね、あの、記事で販売しますので、ぜひそちらもよろしくお願いします。ということで、 あの、来ましたね。ブラックフライデーあのー、すごいですね。ブラックフライデーブラックフライデーやばないですか何か買いましたか皆さん。僕もまあ、なんやかんや色々買ったんですけど、なんかね、僕この、バス釣りとかもやってるんですけど、そのバス釣りのやつとかでも、むちゃくちゃ、十何パーオフとか、もう全部、全商品十何パーオフとか、なんかそんなんで、あのー、 なんか結構 ABC マートでこの靴とかもね、こう安かったりとかしてよね結構いろいろ、あの、結構使ったんちゃうかなお金でもいろいろなあの商品を買わせていただきましたけど、皆さんも何かえ買いましたかねあの、ブラックフライデーで。っていうこともあり、ということはですよ。ということは、 あのー、アマゾンの、あのー、配達のね、あの荷物がとてつもなく上がってくるというわけですよ。そしてですね、アマゾンフレックスの、なんか、期間限定で、なんか、ね、報酬が25%アップとか言われてるじゃないですか。やばないですか ?25% ですよ。<laughs> あの、 デリプロないんかいみたいな。デリプロは報酬アップしてくれへんのかいと思いつつ、なんかね、アマゾンフレックス、なんか、なんかいつもアマゾンフレックスばっかりやなぁと思って、まああの、ちょっと俺そこはね、なんか納得いってない感があるんですけど、なんでいつもア,アマゾンフレックスばっかりなんやろなぁ、みたいな。ちょっとね、なんか納得いかへんなぁっていう感じで、まあそんだけね、あの、人がいないんかもしれないんですけど、まあ人をね、こう集めて、 あのーえー、なんかその繁忙期にねそのー備えたいんかもしれないですけどでもやりすぎやわ25%これ、せこいわと思いつつだからまあいいなと思うんですけどまあでもねそのー去年もそうやったんですよ去年もなんか多分これぐらいの11月末ぐらいからこういった何そのーアマゾンのなんかまあ最終セールみたいなのとかなんかそういうなんがあってで 思い出したんですよ。僕はそのアマゾンのブラックフライデーを見て、うわ、これなんか去年もそうやったな、みたいな思い出して、こっから、その、年末までに向けて、まあ年始はそんな、そんな多少ないんですけど、年末までですよね。こっからの年末にかけて、まあだからもう12月じゃないですか。もう今週でね、12月入るじゃないですか。だからこの11月末ぐらいから、この1ヶ月間、 まあ、すごいですよ。どこもかしこもそういったセールだとか、だからこの、まあ、アマゾンブラックフライデーとかそういうセールがあって、その次にね、まあ、しばらくしたら、まあ、あのー、お歳暮屋とか、あのー、あのー、クリスマスとかね、前、まあ、なんかいろいろそういうのとかあって、で、まあ、年末だとか迎えるわけじゃないですか。も、ま、う、あ、この辺からもう、イベントラッシュなんで、<laughs> あの、イベントラッシュでもうその、暇な時というか、荷物が少ない。 日がないんですよね。俺去年なんか、まあほとんど、ほとんどは言い過ぎかもしれないんですけど、結構入ってたんで、去年のこの11月末ぐらいから12月末ぐらいまで、まあ、結構入ってたんですよ。で、あのー、わかるんですけど、もう毎日、その、未敗ラッシュやったんですよね、去年なんかに至っては。んで、未敗でもう2、30個残るんですよ。もう配りきれずにね。で結構、 あのー、素人さんとか初心者の方も多くて、で、結局2、30個未配で出した。で、その次の日も200なんかあって、それ、それプラス、前日の未配分が乗っかってくるわけじゃないですか。で、悪循環になるんですよ。もう、もうだから、そのセンターが、そのか、カーゴがね、もういろいろ入ってるんですけど、荷物パーって何個も。 一つのエリアにカゴがいつもやったら3個しかないのにもう6個とかなるんですよ。で、さらに前日の残り分のカゴが1個か2個残ってるから、もうね、あのセンターがカゴ,カゴだらけなんですよね。もう、もうごっちゃごちゃで、あのガッチャガチャの状態であ、みたいな。だから車入れへんみたいな。いつもそのセンターなんか車入ってとかやってたんですけど、もう車も入れへんみたいな感じで、すごいことになったんですけど、 まあもうその時期がやってきましたね、ついに。まあ言うたら、この経貨物業界で、まあ一番稼げる時期なんですけどね。まあその年末っていうか、あの、11月末ぐらいから、まあ12月、まあ、一番の繁忙期じゃないのかなと、1年を通しての一番の繁忙期やと思うんで、あのー、まあそういう宅配系とかに至ってはね、すごい稼ぎとくかなとも思うんですけど、僕の今そのやってる運送系の、 その出荷倉庫の方も今すごい忙しくてやっぱのこの年末に向けてすごい忙しくて結構そのバタバタなんですけどまあ大体とこの企業も今この年末に向けて忙しいのかなと思うんですけどだからまあどっちも忙しいんですよねこのサラリーマンの方も忙しいしそのやっぱりそのアマゾンデリプロの方もねあの入ってほしいっていう結構言われてるんですけど僕も入りたい。 入りたいけど、なかなか行けへんとかなんですよ。でも、ほんまに、なんか全然人がいい日くてい、いい日らしくて、なんか全然人がいても、その配りきれへん。なんかは、最近入ってきた人ばっかなんですよね。その、入ってくれある人が。で、その最近入ってきあった人、1ヶ月とか、まあそれぐらいしか経ってへんような人らばっかりやから、やっぱ配れないんですよ。どうしても。この、まだ全然慣れてないというか。この1日1便2便通して100個とか、 やっても全然配れへんみたいな。そんな状態で、まあ言うたらこのブラックフライデーとか、まあ11月から12月末に向けてね、すごい荷物がガッて増える時期に、そのマックス100個しか配れへんような方たちがバって集まったところで、もう未配ラッシュでどうしても無理やから、まあほんまになんか2、3時間でも空いてたら入ってほしいみたいな。あの、ほんで、あの、むちゃくちゃありがたいのが、 二三時間ですかみたいな感じなんですよ。で、いつもなんか、一日の日当分か、僕、この昼からとか入ったらね、半日分かみたいな、そんな感じで、まあ言ったら半分ですよね。もらうんですけど、二三時間でも、まああの、その半日分は、あの、まあ出すみたいな、あの、感じで言ってくれあるんですよ。だからそれやったらめっちゃ暑いんですよね。正直二三時間しか働いてへんのに、 まあ、半日分ね、もらえるんやったら、むちゃくちゃでかいなと思って。時給にしたらね、a m a z o フレックスの25%アップどころじゃないんですよね。<laughs> だから、だから、<laughs> ほんまに、ほんまに2、3時間でいいんですかって僕は何回も確認したんですかいいよ。別に2時間でもいいし、2時間、1時間半でもいいでって言われるんですよ。1時間半で、だから80やったら、まあ、 この何十個か配れるだろうみたいな言われるんで、ね、だから1時間半でもいいのみたいな。<laughs> それで半日分もらえるんやったら報酬やばいなと思って。だからほんまにちょっとこの、何、時間が取れるなみたいな。まあ例えば、あの仕事とかでも5時、まあ一応定時5時なんですよ。で定時5時で終わる時もまあたまにはあるんで、その5時から終わって、 で、まあ、あの、デルプロ行ってね。まあ、言うたら、ま、に、もう、18、まあ、19、18か19ぐらいには全然絶対間に合うんで、まあ、そっから、ほんまに2、3時間ですよね。<laughs> ほんまに6時過ぎぐらいから、ほんま7時、8時、まあ、8時ぐらいまでね。この2時間ぐらいやったところで。んで、ま、それでも半日分くれるって言あそれでも半日分くれるって言ってあるんで、これやったらむっちゃ暑いなと思って、これやったらま、ちょいちょいこの時間がある限りね。 行こうかかななと思っってそれめっちゃ熱くないですかだからまあでもそんだけあのなんかやばいらしくてもうすでにもうすでにそのシフト制なんですけど僕らってこのデルプロメンバーってでもうその年末に向けてちょっと早めにみんなこのシフト出してみたいな感じで言われて12月31かまでこのシフトがバーって出てるんですけどマジで人いなくてその配れる人が最近入ってくれやったその初心者の方たちは結構その何年末 年,年末までビシって結構ねもう収録とかでも全然入ってくれてあるんですよね。この下も社,社長が面接の時にその年末に向けてそのやっぱり入ってくれる人を募集してるみたいな感じになってで入れへんっていう人は多分切ってあるんですよ。切ってやるってか落としてあるんですよね面接の段階で、あのー。去年なんかそうやったんですとりあえず去年はなんかその人がいなさすぎてもうなんか誰でももう来て来て来てみたいな感じやったんですけど。その 車を持ってる人やったらいいんですけどね。車を持ち込みで来てくれやる人やったらいいんですけど、結構その車持ってへん。このリースで貸してほしいみたいな人がほとんどなんで。だから、あの、リースでね、あの、社長が持ってあるリースの車があるんですけど、それ、台数がね、やっぱ知れてるんですよね。知れてるっていうかもう、この、全然入ってくれへんのに、その人にリースをこの1台貸してしまうと、 やっぱりなかなかね、そういうのはみんなでバーでリースを貸してしまうと、もうすぐ車がなくなってしまって、だからその、いっぱい入れるっていう人が面接に来たのに、あ、取りたいけど車がないよみたいなね、そういう風に去年陥ってしまったんですよね。んで、うちの会社ってリースで一回貸したら、もうずっと貸しっぱなんですよ。もうなんかその、まあ人にもよるんですけども、大体もうその、それでもう普通にプライベートでもあの乗ってくれてもいいし、あの、全然もうそれで、あの、 帰っててくれいいいみたいなあの、まあ、会社によったらそのうちの駐車場に置いて帰ってねみたいなあるかもしれないですけどもう貸したらもうずっと借りっぱなんですよね。もうずっと乗り続けていいみたいないつでもみたいな。だからあの車がねもう持って帰られてしまうんでむちゃくちゃ入れるみたいな。もう休みなんかいるいませんみたいなそんな感じのガッツある人が来たとしても,もうでも車がないんです車貸してくださいって言われても車がリース全部出ててないよみたいな感じで。 あの、取れへんかったりとかね、なんかそういうのあったんで、だから今回は、その、まあ、リースでね、あの、借りたいっていう人は、もう大体収録でも入れるよぐらいの、あの、人をね、あの、雇ってやるで、だから結構その、人的にはね、このシフトを見た感じ、結構人的にはいるなと思ったんですけど、ただこのベテランさんっていうか、まあ、おそらく1便2便合わせて、この150以上、 配れる人は、まあ僕の中では、まあかなりの、その、まあ優秀な人っていうか、あの、まあ一人前な人やなと思うんですよね。1便2便合わせて150を、そのヘルプなしで、あの、自分で全部、あのー、配れるっていう人は、あの、まあ普通に、まあ一人前な人だと思うんですけど、そういうのを一人前な人が全然いないんですよね。っていうかね、ほとんどやめたんですよ。あの、これ前動画出したんですけど、ほとんどやめたんですよね。この報酬の、 低さもあるんですけど、まほとんどやめて前、半年ぐらい前かね、一気にそこで辞めて、もう、惚れがでかいんですよね。だからもう、食われる、俺もその段階でね、やめようかなと思ったんですけど、結局、ずるずるいっちゃってるんですよ、ね。で、まあ、ここで、あの、やって、結局、食われる人がいんくて、だから、あの、人はいるけど、結局、人がいるだけで、うーん、まあ、見配がね、もう絶対に出るやろうっていう、 もうシフトを見た感じね。まあ絶対に見栄えがいっぱい出るやろうなってもう予想されるんで、まあだから802、まあほんまに1時間半でもいいから出てくれみたいなね。2時間でも全然もうマックス3時間でもみたいな感じやから、俺はそれでしばらく12月はそれに昇格しようかなと。12月はもう、だってね、それを聞いたら、 なんか、半日、いや、ほんまに申し訳ないです。ほんまに申し訳ないけど、1時間半とかね。ほんまに仕事終わってる、定時に終わってる18時、まあ、半ぐらいには、まあ、この、絶対まあ、エリアにね、まあ、着くとするじゃないですか。で、そっから、18時半から、例えば8時半ぐらいまで配ったとしても、半日分もらえるんやったら、2時間ぐらいでね。あの、ほんまになんか、昼の12時から夜の9時ぐらいまで配るんと、 金額一試合ってなったらね、なんかやる気出なくないですかなんかもう、ほんまに申し訳ないけど、なんか、俺それを聞いたらね、なんか、えー、なんかそれで一緒なんやったら俺、もうずっと仕事終わり、ちょっと小遣い稼ぎに行くぐらいでいいわと思って、あダメなんですよ。ダメなんですけど、この考え方はダメなのかもしれないですけど、でもまあビジネスじゃないですか。このね、あのー、ビジネスなわけで、僕もね、やっぱりその、それでね、やっぱお金が、 大事なんで、お金のためにやってるんでね、やってるんで、だからそれでね、報酬一緒やって言われるんやったら、俺はその2、3時間でね、この半日分もらえるのを繰り返しやってる方が全然なんかいいなと思って、一番そのね、効率よく稼げるなと思ったんで、ちょっと10 12月はわかんないですけど、わかんないですけど、まあ、ちょっとそんな感じでやろうかなとは思ってるんですけど、まあさすがにね、あの、入らんとまずいんで、 あの何日らいかはやっぱりまあ入れるかな入れても1日丸1日入れるのは多分知れてる数日ぐらいしか入れへんと思うんですけどまあでもちょっとやってみたいっていう気もあるんですよねそのた去年何個とかやったか去年もね、まあ、絶対200個は超えるんですよ絶対200個は超えるんで。 去年も多分230ととか普通にあったと思うんですよねまあ今年もそれぐらいかもうその前日の未配分そっからプラス前日の未配分とか乗っかってくると思うんでまあそれなりの数になるかなと思うんですけど、まあ、ちょっとやってみたいですよね <laughs> ド M なんで僕ド M なんで、まあ、ちょっとやってみたいなという、まあいまあ、毎日はちょっともう偉いですけど まあまあまあたまにはまあ週1ぐらいやったらまあちょっとやってみたいなと思うんでまあ入れる日があったらねちょっと入ろうかなと思うんですけどまあ皆さんどうですかね皆さん何の経過物やられてる方が多いと思うんですけど僕のチャンネル見られてる方って何のやつはやられてるんかなわかんないんですけど宅配をされてる方やったらね個数単価とかやったらむちゃくちゃ儲かりますからねまあ,このまあ自分のスキルにもよるんですけど個数単価で12月なんかまあ儲かれますよ この僕一時その東京でねあの佐川さんの下請けでそういったマネージャーみたいな感じであのやらしてもらっててで全従業員とか全ドライバーさんの,その給料計算みたいなのもしてたんですけどやっぱ12月だけ圧倒的でしたねもうこのまあ個数がね圧倒的に多くなるんでまあ余計かもしれない余計なんですけどもうすごいすごい金が倍ぐらい。 うん、稼いでる人が多かったんじゃないかほんまにずっと30万とか売り上げがない人でも,もう12月やったらもう5060ぐらいね売り上げ上がってるみたいな、うん、だから12月はねほんまに一番個数単価にしたらねめっちゃく俺12月だけ個数単価したいわあの <laughs> 俺12月だけほんまになんかちょっと行きたいですねそのそういう大手 大手運送会社さんの下請けに個数単価12月だけちょっとやらしてくださいよっつってちょっと行きたいですとこれめっちゃやる気出るなぁと思ってで多分、えー、12月俺やってた12月とかそういった繁忙期はちょっと単価上がったんですよね10円ぐらいだからね多分単価もちょっと上,が上げてくれるとことかねあるかなと思うんですけどだからそれで個,個数もね多かったりしたらむちゃくちゃおむちゃくちゃ儲かってたもん <laughs> ほんまにほんまにむちゃくちゃ儲かってたもん。うーんだから、うーんで、年始、さやな、俺だって年始ちょっと合流してた木があるんで、だからそれなりに儲かってたですよね。だからまあ皆さんもねあの、まあ何の軽貨物がやられてるかわかんないですけど、でもまあほぼほぼこういったら軽貨物業界って12月ってどんな、まあ引っ越しとかはちょっとわかんないですけどね、まあ大体の、 軽貨物事業って12月って繁忙期やと思うんで、まあ稼ぎ時ですよね。うん、だからまあ今一気に稼いで、あのー、年収をね、この、まあゆっくりと。まあもう31日ぐらいはね、まあゆっくりしてもいいかなとは思うんですけど、僕も31日はちょっと、あのー、デリプロは入らんとこうかなと思うんですけど、まあ30日、まあギリギリぐらいまでは、あのー、まあ入ろうかなと思うんですけど、まあだから、そうなって、まあ、 ちょっとねねい、あのー、いい年を越したいですよ、ね、お金の不安を持ったまま俺は年を越したくないんであのいきなりだってなんかああお金ないわどうしようどうしようみたいな感じでなんかあんまり年を越したくないんで、まあ、それなりにあのお金を持った状態であの年を越したいじゃないですか <laughs> やっぱり <laughs> やっぱりね、あのー、もうお金ないんでほんまにだからお金が欲しいんでねあのそうしたいんで。 だから、まあ、それなりに稼いで、年を越そうかなと思いますんで、ぜひ皆さんも一緒に。あの、今からね、ほんまに、まあ、これぐらいからですよ。去年もちょうど11月末ぐらいの、その Amazon のセールぐらいを皮切りに、あの、こっから一気に荷物ガッてね、あの、減らへんと思,思ってたんですよ。俺、だから、セールが終わっても、セールが終わったら俺減るやろなと思ってたんですよ。去年なんかね。で、俺も、そうな、今思い出したけど、そのセールが終わっても、 減らないんですよ。<laughs> で、減らずに、ずっと気づいたら、もう年末まで来てたんですよ。ずっとだからその量のまんま。だからね、なんでか減ら、で減らへんねんってずっと思ってましたもん。せいろは天気と思ってて、だからそれを思い出したわ。そうそうそう。だからまあ、こっからもう繁忙期ですよ。だからまあ、がっつり稼いでね、あの、いい年を皆さん、越しましょう。はい、今日は、あの、まあ、これから忙しくなるよというの。まあ、ほんで、 まあ12月、まあ、今、自分は正直、軽貨物やったことない方とかは、まあ、例えば、まあ、ボーナスもらうじゃないですか、サラリーマンの方っていう。ねこのうーん、ボーナスもらって、仕事を辞めて、まあ、来年、あのー、もう今年いっぱいで仕事を辞めて、来年からね、そういった軽貨物にあの挑戦しようと思います、みたいなね、DM が俺、先月来たんですよ。な 先月か、今月、先月か、あの、来たんですよ。んのじゅ12月のボーナスをもらったら、あのー、この仕事を辞めてね。で、今年いっぱいで辞めて、で、来年から、一発目から、その経過物のね、あのー、そういった宅配で、まず自分のスキルをね、あの上げていきたい。 っていいうううなんんかそういう相談の DM が来たんですけど今はやめた方がいいですね、正直ね。<laughs> あの今、今来たらダメです。今、潰されますね、正直あー。だから、まあ、まあ、わかんないですけどね。すごい、なんかできる人だったらわかんないんですけど、まあ、もうちょっとね、時期を置いて、まあ1月、まあ1月ってでもまあそんなあれなんですけど、年始とかはまだちょっとやめた方がいいですね。 まあだから1月末とか2月ぐらいから、あの、始めるならね、あんいいかなと思うんですけど、でも2月って雪がすごいんですよ。まあ僕らのところは余計なんですがまあ都会の方はね、大丈夫かなと思うんですけど、でもまああの、アイスバーンとかな、多分なるかなと思うんで、やっぱこの、慣れてないと運転とかにも怖いと思うんで、あんまりその2月とかね、やっぱ寒い時期っていうのも、あんまり僕はおすすめ、 ちょっとしないんでまあ一番いいのはほんまに春までね待って4月ぐらいから始めるっていうのは僕が一番ベストやと思うんですけどだからまあちょっとどうなんやろなみたいな今あんまり始めへん方がいいんじゃないかなと思うんですけどまあどうしてもねもう仕事は辞めたいみたいな人も多いと思うんですよ。この12月ボーナスもらってもう今年いっぱいでもうこんな会社とは見切りをつけておさらばであの来年からね新しくあの出,た出発するんやみたいなねなんかそういう気持ちの人もやっぱいると思うんで。 だからまあそういう人にはね、まあほんまに頑張ってほしいですけど、やっぱきつい、きつい時期ですよ。<laughs> きつい時期です。まあいつやってもきついけどね、正直。まあ夏になったら夏になったらめちゃくちゃきついし、まあ寒かったら寒いでめちゃくちゃきついし、まあいつやっても一緒なんですけど。でもまああのね、あのー、頑張りましょう。はい。<laughs> でも12月は絶対にやめてください。12月は絶対に来たらダメです。こんな、こんな業界を、 あの、一からやろうっていう方が12月から来るのはもう絶対間違いないんで、あの、せめて1ヶ月休んでください。あの、そっちの方がいいです。そうじゃないと、心も体も潰されて、あの、廃人になってしまうんで、下手しいね。この、この今から初心者の方が来たら、下手しいパ。パニクりすぎて、時間に追われすぎて、時間に追われるはパニクり、パニクロはみたいな感じで、その事故とかをあの引き起こしてしまう可能性も高いんで、ほんまにそういう面でもね、やっぱ危ないんで、 ちょっと今はやらん方があのいいかなと僕的には思いますはいすいませんまたあのなんかダラダラと喋ったらずっと長くなっちゃうんでこれずっとダラダラ喋っちゃうんでねあの最近40分とかなんか30分とかばっかりあったんでちょっと今日はあの短く10分ぐらいにまとめようと思ったんですけど気づいたらもう20分ぐらいになってるんですよ、ね、どういう時間感覚してんねんっていうね感じなんですけどまあ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 、まあ、それがね それがまあ、8万ウラジオやっちゅうことで、あの、すいません。あの、気をつけます。はい。あの、まあ、何の話やってっけあ、そうそう、繁忙期が来るんで、あの、皆さん稼ぎましょうね。と、いいボーナスをね、あの、皆さん得てくださいね。ということです。はい。もうこれ以上喋ったら長くなっちゃうので、もう切りたいなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。